この番組は人と自然と響き合うサントリー矢崎創業豊年コーポレーションヒノキ作りの菊池建設とご覧のスポンサーがお送りします。うまいんだなこれが。つぶより爆が 100% サントリーモルツ。勝ち飲む遊ぶでっかいビタミンデカビタ C バボラ今 J リーグプレゼント。横浜三沢公園球技場、横浜フリューゲルス対清水エスパルス。今キックオフです。激しいスライディングタックル、5番の山口、7番は反町です。大変攻撃的なサッカーを志向する清水エスパルスのレオン監督、今日はどんな攻めを見せますか。11番はアンジェロ、カットしました。沢登りです。背番号10番をつける清水の沢登り、若干23歳。それでは両チームのイレブンをご紹介したいと思います。フリューゲルスからです。今日はゴールキーパーに20歳の森が抜擢されました。まだ20歳です。そしてディフェンダーには薩川、渡辺、岩井、公式発表では高田がディフェンダーに入っています。そしてミッドフィルダーにモネールが発表されました。さらに山口、反町、エドゥ、マランゴ、トゥートップは前田とアンジェロです。日本代表の大竹はちょっとゲームから遠ざかっているということもありましてリザーブに入りました。好調の桂もリザーブに入っています。清水エスパルスはゴールキーパーはもちろん真田、ディフェンダーにはマルコ・アントニオ、平岡、内藤、日本代表の堀池、ミッドフィルダーにはディフェンス部に大竹、大江ノ木であります。そしてエドゥ・マンガ、沢登りがゲームメーカーです。今日公式発表ではフォワード3名です。おそらくセンターフォワードに長谷川、左のウィングにトニーニョ、右のウィングに向島でありますが、中央にポジションはチェンジするものと思われます。キャプテン代行は長谷川です。さあゴール前です。ヘディングでクリアする横浜フリューゲルス。これがエドゥ・マンガ、センタリング、モネールがヘディングクリア。激しいプレーです。前田からエドゥへ、エドゥ・マランゴ左にフィードします。今日はモネールが前の方に出ています。9番は前田、カットした。清水、大江の木、三浦康俊キャプテンが甲状腺の機能肥大ということもありまして入院中、今シーズンはちょっと難しいという状況でこのポジションには大江の木が入っています。清水エスパルス、この背番号10番にさらに沢登りがですね、はい、ミッドフィルダーゲームメーカー、ね、まあ、この間のワールドカップの予選でも最後決勝点といいますかね、ゴール決めましたが決勝点というか同点ゴールですか、はい、あれが決まりましたのでやっぱ本人は乗ってるんじゃないでしょうかね。そうですね。反町です。7番の反町、清水東出身です。清水との対戦で横浜フリューゲルスにも清水出身の選手が何人かおりまして、反町は清水東の出身で、あのサンバガラスの2年先輩です。それでは両チームの試合前の表情などリポーターの斉藤和美さんに伝えてもらうことにしましょう。斉藤さん、はい、今ですね、
ちょうど、フリューゲルスとエスパルスのベンチの真ん中あたりにいるんですけれども、試合前の選手の表情なんですが、歴史的なキックオフを前に、いよいよ開幕だなという本当に引き締まった、顔になっていました。でフリューゲルスの鴨監督はこのくらいの年になると緊張はしないんだよっていうふうに言っていまして、で今日の試合は特に、若い森選手、札川選手、それからですね高田選手に期待をしているというふうに、開幕戦を前にした気持ちを話してくれました。で若い選手なんですけれども、やはり開幕戦ということで、開幕戦ということでですね、少し緊張しているようなんですけれども、ベテランの反町選手は、緊張していないと一言、そして、今日、ゲームキャプテンを務める山口選手なんですが、気持ちはいつもと変わらないけれども、いい意味で緊張しているし、期待もしているというふうに言っていました。そして対するエスパルスのレオン監督なんですが、昨日は素晴らしい試合だったので、今日も期待に応えるように試合にしたい、選手にはプロだからといってやり方を変えるのではなく、いつものように戦ってほしいというふうに言ったそうです。で今日は静岡から本当に大勢のサポーターの皆さんが応援に来ているんですが、その人たちの期待にも応えたいと話してくれました。そして、本当に両チームの選手、スポーツマンらしい爽やかないい顔をしていました。はい、ありがとうございました。またハーフタイムの様子なども後ほど伝えてもらいたいと思います。レポーターの斉藤和美さんでした。ゲームが始まって5分経過しました。前半5分経過、左側横浜フリューゲルス、右側清水エスパルス、横浜三ツ沢球技場での開幕ゲームです。両チームの J リーグ初戦、このところ1年間両チームは4回試合をしておりますが、4試合とも圧倒的に清水が横浜を上回っています。鴨監督ももうとにかく4試合負けっぱなしなんで、今日ばかりは負けられないと話していました。優勝候補の一角にも名前が挙がっております清水エスパルス、オレンジ色のユニフォームが大変たくましく見えます。札川がボールを投げ入れます。好調の札川、日本代表の大竹を押しのけて今日はスターティングメンバー。ゴール前です。ゴールキーパーは清水エスパルス真田、全日空からの移籍選手です。ご覧いただきましょう。ちょっと反町君遅れましたですね、7番の反町、この札川がプレシーズンマッチで大変こうたくましい動きを見せてくれました。そうですね、はい、3月の上旬には足首を捻挫したんですが見事に復活しました。レオン監督の姿が見えます。大変日本のこのサッカーの盛り上がりに2002年のワールドカップのためにも J リーグいいゲームをしたいと話していました。しっかりとキャッチしたゴールキーパーの森です。プレシーズンマッチの第2戦でスタートから起用されましたが、もちろんこういった公式戦でのスターティングメンバーは初めて。滝川二高出身20歳の森ゴールキーパー、まあ、ゴールキーパーだった栗本コーチがとにかく近代サッカーのゴールキーパー、センスよし、柔らかさあり、とにかく見てくださいというね絶賛してましたね。ベテランのゴールキーパーを押しのけて若手のゴールキーパーが起用されています。清水のゲームメーカー沢登り、まだみんな緊張してますね。今のパスなんか、体がやっぱりついていってないっていうのが受ける側がですね、はい、この雰囲気でやっぱり緊張してるんでしょうね。やはり開幕ゲームというのはいつもとちょっと違いますね。そうですね、お互いまたプレッシャーが厳しいですから、はい、そういう中でのボールの奪い合いがかなりありますね。モネールがいます。いい上がりですね。モネールのセンタリングだ。できません。プレシーズンマッチでは終始左のサイドバックを務めていたモネールですが、今日は位置的にはちょっと上がり目です。そうですね、割と攻撃的に参加する選手で、まあ、迫力ありますから、ここからが一つの攻撃のポイントになると思いますね。フリューゲルスは
このゲーム初めてのコーナーキック、コーナーキックプレースキックのスペシャリストエドゥ、これをクリアした清水のカウンターアタックです。沢登り、エドゥ・マンガが左に待っている。さあどうか、キーパーの森がかわします。オフサイドだったようですね。オフサイドですね。いいパスです。はい、ね、この守りから攻撃への反転が早いですね。そうですね。アンジェロ、エドゥ・マンガ、沢登り、トニーニョが右から上がっていきます。ボールを奪ったフリューゲルス、エドゥ、前田が行きます。アンジェロが中央だ。さあシュートだ。いやー、なりました。フリューゲルス先制のゴール。アンジェロが決めました。前田よく見ました。前田慌てませんでした。素晴らしいボールが出ました。ご覧ください。佐々木さん、この最初のスルーパスが良かったですね。でここで頑張りましたね、前田選手が、ここでよくしのぎました。ここもよく後ろ見てましたですね。横浜フリューゲルス前半の10分です。3本いいパスが通りましたですね。この前田君、こう粘りがありますね。もうフリーですから落ち着いて、はいはい、アンジェロのゴールが決まりました。前半の10分です。フリューゲルス先手を取りました。エドゥ・マンガ左からドリブルで上がりますが、これはファウル。7番は清水エスパルスのエドゥ・マンガ。両チームにエドゥがいるんで、フリューゲルスはエドゥ・マランゴン、エスパルスはエドゥ・マンガとご紹介します。札川のファウルです。横浜フリューゲルスの鴨監督の姿も見えました。イエローカードが出されました。2番の札川、この札川は清水商業の出身です。それだけに清水を相手に燃える面も人一倍です。清水のフリーキックです。ヘディングでクリアします。今度は清水エスパルスのフリーキック、コーナーキックですね。コーナーキックです。左からのコーナー、沢登りがトニーニョ合いません。まだチャンスです。序盤の大江の木がシュートしましたが、ディフェンダーに当たってしまいました。横浜フリューゲルス対清水エスパルス、エドゥ・マンガから沢登りへ、さらにマンガが詰めていきます。この放送は三ツ沢公園球技場からお送りしております。7番の反町、激しいマークです。清水エスパルス、前田、前田が左に振りました。エドゥ・マランゴンからモネールへ、いい終わりですね。いいところにモネールがいます。森田さん、はい、どうぞ。今ですね、フリューゲルスが1点入れた時なんですけれども、鴨監督がですね、思わずベンチから飛び出してガッツポーズを見せてくれました。そうですか、はい、やはりこの1年間4戦とも圧倒的に不利だったということで、鴨監督はかなり燃えるものがあります。プレシーズンマッチでも両チームは福島で今年いわき市で対戦したんですが、4対1で3月の20日、清水が横浜を圧倒しました。今日は先手を取ったフリューゲルス、トニーニョからエドゥ・マンガへ、
エドゥ・マランゴンがこれをカットします。清水のチャンスが生まれますかどうか。10番の沢登り、沢登りのフリーキック、高く上がったファーポスト、競り合いです。トニーニョとモネールでした。さあシュートだ、ヘディング、オフサイドですね。その前にオフサイドのフラッグが上がりました。その前にオフサイドでしたね。惜しくもオフサイド。前半15分経過です。1対0フリューゲルス1点のリード。清水惜しくもオフサイド。3番は内藤です。大江の木が中央へ、これは逆に横浜フリューゲルス。平岡左サイドバック、ミッドフィルダーのエドゥ、沢登り、エドゥ・マランゴン、反町、札川がいます。しかしパスを出せません。大江の木が反町のボールを奪いました。ほとんど清水出身の選手で固めている清水エスパルス。前半15分を経過していますが、ここまでの両チームの動きは佐々木さんいかがですか。そうですね、やや緊張がまだ残っているようですけれども、フリューゲルスが1点取ってからはフリューゲルスのプレッシャーがまたさらに厳しくなって、はい、フリューゲルスの方が落ち着いてますね。エスパルスの方はこんなはずじゃなかったというのがあるんですが、さあどうでしょう。キーパー森どうするか。ボールを結果的に下げてしまいました。シュート、ナイスキーパー、20歳の森がかわしました。いや、大江のシュートも良かったですけどね、はい、5番の大江のがこの後このボールがうまくつながらなかったんですが、この後のボールをいいパスですね、シュートします。5番の大江の左のポストギリギリを狙った、ね、いいシュートでした、はい、ボール回転してませんから、伸びてくるボールですから。コーナーキックです。中央へ、真ん中でヘディングの競り合いがありました。エスパルスはヘディングの強い選手がたくさんいますからね、これ脅威ですね、はい、190のマルコ・アントニオも驚異的。もう一度コーナー、今度はファーポスト、トニーニョとモネール、まだチャンスか。ここは森が取ります。ゆっくりと今度は攻め上がる横浜フリューゲルス。長い縦パス、キーパーが出ました。キーパーがここまで出ています。慌てて戻ります。サラダが戻る。ヘディングか、パンチング、ナイス、パンチングで逃れました。沢登りから大江の木、反町、前田が左にいます。反町が打ちましたがディフェンダーに当たりました。今度は前田、おっとかわした後足をかけられました。ファウルは清水。横浜フリーキック、もうほとんどペナルティーエリアの目前です。今の場面です。ここで前田が完全に抜かれましたからね、はい、このフリーキックが佐々木さん、エドゥ・マランゴン、そうですね、得意中の得意、左足のフリーキックですね、まあ、ちょっと逆ですから、もう右サイドの方が左足の場合は非常に
いいんでしょうけどね、はい、まあ、見せてくれると思いますが、6人の壁、フリーキックのスペシャリスト、エドゥがどんなキックを見せるか。おっと、惜しい。ナイスキーパー。いや、キーパーよく反応しましたね、もう一度ご覧ください。壁の頭の上から、おっと、わずかに ね、キーパーが手でこれを方向を変えました。全得点の半分がフリーキックだというこのエドゥ・マランゴ、プレシーズンマッチでも驚くようなフリーキックからのゴール、さらにこのコーナーキックからのゴールも決めています。特にベルディ戦でのハットトリックは見事でした。今も頭に合いそうな感じもあったんですが、惜しかったです。いいボールですね、はい、今の場面です。コーナーキック、フリーキックはこの10番のエドゥ・マランゴン、驚異的なものを持っています。この放送は三沢球技場からお送りしています。横浜フリューゲルスがアンジェロのゴールで1点をリードしています。エドゥ・マランゴ、反町、おっと足がかかりました。前田がずっとこちら側に走ってます。前田が入り込めるか。今日前田君ですね、サイドシュートだ。今日前田君いい動きしてますね。いいボールが出たんですがね。5番は山口、エドゥのこのボールをうまく前田が合わせて、ここで一人余ったんですけどね、左側に。あ、まあ、シュートですね。でもあそこの場面ではね、ご覧ください。ここで前が空いたんですが、やはりちょっとマークに来た選手が気になりました ね。トニーニョ、エドゥ・マンガ、大江の木です。怪我から復帰した大江の木、この大江の木も十字靭帯を、ね、切ってしまうという大きな怪我から見事復帰しましたね。開幕に間に合わないんじゃないかって本人は心配しましたけどね、まあ、見事にこう復帰しましたですね。水のチャンスになりそうです。すごいですね、3人がかりのスライディングタックル。お互い